わしの老いを返してもらおう。あっ、玉徳殿、無礼ではありませんか。ふん、兄貴の言いつけを守らず黙って帰るとはどっちが無礼だ。母が危篤で見舞いに参らねばなりません。姉上は兄貴の言葉を忘れたのか。なんで軍師に黙って帰ったりするんだ。行かせないのであれば私は死にます。奥方様、下がりなさい。はい。母上、母上、ここで死なれてはまずい。若君がいる。ああ、母上、母上、どうしても行かれるというなら人目はしない。わしの兄貴は姉上を恥ずかしめてはいない。姉上が兄貴の心を分かっているなら戻ってこられよ。お出迎えとは手回しがいい。軍師、軍師、ほら、ほら、それ、よし、いや、さあ、軍師、おお、司領殿、長藩派の時とは違うが、事の大切さも働きも、あれをはるかにしのぐぞ。慶州へはいつお戻りになるのですか。孫夫人は後に戻って初めてこれが計略だと分かった。そして二度と慶州へは戻れず、劉備にも再会できないまま不幸な一生を終えたのであった。叫证明眼前飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了荒尘古道，荒芜了烽火边城。那一串串熟悉的